富士テレビの連続ドラマ、一番好きな花、用語10.00は、男女に友情は成立するのか。お手に、偶然であった、男女4人の交流を描く。主人公、30代の田部美香子、34、と、松下幸平、36、20代の今田美二26、と、お、楓えでたま、24、プロデューサーの村瀬健氏は、 いかに男女の友情が成立しそうな田辺さんと松下。ん、そして成立しなさそうな今田さんと神をん、このギャップが面白いと思いましたと狙いを語る。中でも田辺と松下に関しては今作をそうする中で村瀬氏の頭の中に真っ先に浮かんだキャスティングだったという。田辺が演じのは唯一の友人だった男性が結婚し今まで出会うことができなくなった。 孤独な塾講師。下は、結婚相手に逃げられてしまった、会社員、演じている。田部さんと、松下さんはもちろん、男美女ですが、高嶺の花というよりも隣に居いい、くれそうな親近感を感じる方々。そこに20代で花、花ビジュアルを持った、今田さんと、神よさ、を加えたら、抜群のバランスになった。この4人、ずっと見ていたいと思えるような主人公た、ですと胸を張った。